さあ、いよいよ佐渡ビッグゲーム準備を今しているところです。めちゃくちゃ食べ物が出るのね。移りメーカーさんが出て、ここにブルーストーン、ジャクソン、イクマさんですね。そしてバイファール、そしてスイングスターとアウトドアスタイル、カヤック系のこの辺の場所が並んでくるということで、今日は僕は釣りはなしでこのブースの方で仕事をします。ゲーム長さんもめちゃめちゃ来てます。美味しいものがいっぱいあるんで迷っちゃうけど、焼きそばかな。手焼きもいいな。手焼き、ああいいな。初ごまん、ごまんでしょ。結局悩んだ結果、カニ飯にすることにしました。これはうまそうだ。佐渡のカニ飯、低脂質で高タンパクでしょ、これ最高です。カニ茶漬けも食べちゃおう、足りないんでこれです。これうまそう。来ましたよ、カニ茶漬け。うわー、これもうまそう。スイングスターです。中谷さん、すいません、なんか噂によるとカジノのリミテッドモデルがあるということ、はい、これです。これ限定品で、カジノのこのカーボンがまずツイルウィーブ、ツイルウィーブカーボンです、はい、であとジョイントがあのサップパドルのビグスビーですかと同じように、これ自体がネジになってて、増し締めプラスドライバーいらないで、そう、工具いらないパッチ、まあ、ちょっと緩いなと思ったらくるっとしてもらえればパッチ止められる、はい、ここのこれがこの網目が違いますね。そうです、ツイルカーボン、あー、まあ、カーボンの種類、ウィーブカーボン、ちょっとだからブレードの印象も若干違う感じになります。通常はこれですか。通常も1対1、はい、すげえ。ということでこちら限定モデルということで若干数なっております。注目してください。動画です。新製品、はい、はい、これですね、ウエストポーチと防水ウエストポーチ、あとロッドベルトですね。おー、バイファールって入ってる、かっこいい、はい、でこれあのちょっと新しい、そうですね、太さがこっち太くて、あのなんですか、グリップジョイントでのけないことがあるんですけど、ああいう時に巻きつけて抜くことができるっていう、ね、はい、ベルトになってます。これはマジでいいですよ。僕もサンプル使わせていただいてますけど、はい、早くぜひ、はい、イベント終わり次第オンラインストアの方にまた上がりますので、よろしくお願いします。高階の救命器具の営業部の源です。よろしくお願いします。はい、今回は、はい、新しくドライバッグがリリースされました。こちらはあの、まあ、キャリーバッグのようなように使っていただきまして、かっこいいですね、はい、で姿勢ファスナーを使ってますので、ちゃんと中はドライになっております、はいはい、でこちら中開けていただくと、こう、おー、すげえ、旅行に行けるじゃないですか。そうです、旅行に行けるような、はい、感じになってまして、まあ、仕切りが2つあります。でまあ、ここに好きなようにこうライフジャケットだったりとか、こういったバッカンなどを入れていただいて、釣りに使ってもいいし、はい、していただけます。すげえ、はい、じゃあこれあれですね、背負って、ね、磯で、そうですね、降りていったりとか、はい、濡れにくいとか、そうですね、ここも作れるようになってますんで、またこれも使い方次第でいろいろなことができるんじゃないかなと思います。釣り日記ネオさんです。よろしくお願いします。参戦です。そしてこれ噂のアイアンダイバー、アイアンダイバー、これがすげー、実物初めて見ました。これが突き刺さるやつね、ロッドが、どうぞ、マダイのでかいやつとか、いや、すみません、ちょっとお土産でいただいてしまいまして、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。会場に来ました。すっごいとこですね。駐車場からすぐ海で。ただ今日天気がすっごい微妙で、今主催者側の判断を待っているところです。微妙です。どうでしょうか。おはようございます。おはようございます。おはようございます。参加スタッフ、こちら卓球車で見立ててもらってですね、今ちょっと外の外防波堤出てるんですけども、その向こう側見てきました。それで今の状態だと天気図を見てですね、時間限定で一応開催はなんとかするということで決定しまして、
時間制限も受けます。時間制限が、ちょっと9時までという形で今回させてもらいますので皆さんよろしくお願いします。で、この後天候悪くなりますので、まずは雷は出たらもう即中止してください。あとはですね、白波が立ち始めたらちょっと危険だなと。皆さんの医療にも言ってもよりますので自己判断はしていただいて、戻ってくるようになるだけ、お願いします。さあ開催が決まりまして、確かに海は今のところいい感じ。ただこの後めちゃくちゃ荒れてきますんで、時間が短縮されて9時着岸ということになりましたんで、まあ、実質2時間勝負ですね、これね。多分今もう6時で6時半ぐらいにバラバラとって感じになると思うんで、実質2時間勝負。あんま遠くには行けない中だから、みんな全員条件は同じなので、その中で釣った人がねやっぱ勝つと。安全第一で、本当に荒れたらすぐ撤収という感じでやっていきましょう。で、今回はなんと JM セーフティー持ってますかね、おさん。あ、これをね全員装着するというね、ことになって、ハイテクで、安全管理をするというですね、時代は進んでますね。着々と準備を進めてます。中谷さん、石津さん、新井さんで、まだまだ皆さんね、これから用意進んでいきます。大体6時半ぐらいの出廷になるんじゃないでしょうかね。で、9時で着岸。この短時間でどう勝負していくか。僕は一応今日は、まあ、デカトップ、G コン、あとはフランジ120の、尺って言って、どうにもなんなかったら SLJ で、フランジ55か70、キジハタ狙うか。さあ、いよいよ始まっていきます。ちょっと今日はね、何ですかね。不規則な感じで、本当は一斉にね、わースタート6時って感じだったんですけど、この天候で判断の、ね、時間もあったんでちょっと遅れ気味で、それぞれ用意して JM セーフティーの接続を確認次第それぞれ出ていくっていう感じになります。今出ていきますね。あの艇はウエスト艇、マリブ2、オーシャンカヤック。うわー、浮いた。久しぶりに行きました。さあ、いよいよ大会開始です。9時着岸ということなんで、マジで時間ないのでそんな遠く行かない方がいいですよ。実況に時間を割いた方が僕はいいんじゃないかなという戦略で行きたいなと思います。今のところね、海は平穏でございます。お、花沢さん、これ今動画です。あ、動画。花沢さん親子でいいですね。親子で参戦。そして中谷さんです。後ろは新井さんですね。行ってきましょう。さあ、どうなるか。このね、短時間でのマネジメントっていうのも一つカヤックフィッシングの魅力だと思いますんで、どうするか。やるぞ、何かしら釣ろう。お、これちょっと見つけた。一瞬見つけたぞ。潮目でやってみよう。このね、正面あたりで今鳥が低く、ね、旋回したんですよね。可能性はね、ゼロじゃない。あ、お、拾った。ベイト拾った。反応いいですね、これ。ちょっと僕は朝一やっぱトップ投げてきます。今日ジギングメインだとは思うんですけど、一応朝一は。あ、でもすっごいゴミだ、ここ。潮目のゴミ、シイラがいそうな潮目のゴミ。キジハタ、とりあえずファーストフィッシュはキジハタ。よいしょ、キジハタちゃん。ちょっと微妙だな、微妙なサイズング。リリースだな。リリースしましょう。
流れてっちゃう。ケツがね、持ってかれて横向いて、チンですね。もちろんこれも大きい追い船だったらあるんだけど、そういう時は、追い船にね、ちょっと傾いた方にちょっとリンかけて、スタンダーダー入れてあげたら戻ってきます。追い船を入れて、流れてて怖いなと思ったら、ちょっとスタンダーダー入れて押さえた。追い船で怖いなと思ったら、ちょっとスタンダーダーで押さえた。これで全然、ケツが滑らなくなって、結構こういうやっぱり内容でいきなり荒れてくるときっていうのはプロイスすごいいいですね。さあ、もう大会はこれ終わりですね。荒れちゃったんで、今はね、湾内に戻ってきましたけれども、大体6時20分、30分、30分になったかったかな、6時20分ぐらいに出廷して7時にはもうね、着き始めて、わずか40分ぐらいの勝負だったかなと、まあ、この短時間でね、魚釣った人が偉いと思います。僕はキジハタ一匹ちっちゃいやつしか釣れなかったんで終了ですね。いや、この短時間で釣ってきた人がいるとは、さすがです。青穂の62センチ、そして高谷さん、いやいや、これは正午40オーバーこれは OK ですね。これ OK、 カンパチリリースサイズ減量クリアしてる。おナイスフィッシュ、しずさんも、うわー、いいな、これはでかいよ。40は余裕で超えてる、40は余裕で超えてる、40、もうちょっと顎後ろですね、もうちょっと顎後ろです、はい、この辺ですね。45、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます。45はでかいよ。ジャクソン加藤社長が釣りました。よかった。ルアーなんす、マッケローニの片口っすね。の何グラム、60だって8だった、マッケローに何でも釣れちゃうよ。水深30メートルくらい。さあ、新井さんとどっちがでかいか勝負だな、これ。おー、並べてみましょう。柳田さん、マダイ、お疲れ様です。お疲れ様でした。さすがだわ。おー、いいっす。おいしいサイズ。さすが、続々と、この短時間で、実質40分くらいだ、釣りの時間。ね、本当ですよね。9時までね、全然できなかった。7時で吹いてきちゃったんで。本当ですね。すごい。やばかった。もう。キジハタでかいやつ釣りました。ルアーなんすか。ルアーはマッケローニ、マッパマッケローニ、やべえ旋風が巻き起こってる。じゃあちょっと検量お願いします。はい、マダイは47番、ありがとうございます。マッケローニみんなマッケローニ、みんなマッケローニ、はい、加藤社長は66。このキジハタはでかい、でも一緒ぐらいかな。これいい勝負だ。で、ともしげさんがゼロを顎に当てて47。さあ、忍びのアングラーの方、お、61、おめでとうございます。忍びとプロフィッシュ YouTube トニックアクティビティさん、ナイスフィッシュでした。ありがとうございます。イケメン、こっちにもイケメンが。あざっす。戻ってきました会場へ、ここでブース停止引き続きやってまいります。
でこの後、1時半ぐらいから閉会式という表彰式が始まると思いますので楽しみですね。さあ2日目、今日はこれにします。島黒豚焼きそば、佐渡の豚肉が入った焼きそば食べてみましょう。食べてみようかな。あ、うまい、めちゃめちゃうまい。いよいよ表彰式が始まります。これはちょっと前の方行った方がいいですね。今回の発表をさせていただきます。はい、今回火薬部門ですが、出演してすぐちょっと天気が悪くなってしまって、もう大体2時間ぐらいのすごい短い業務時間だったんですけれども、すごい短い時間の中で、ね、ちょっと荒れ気味の中で皆さん、さあ果たしてこの方々何位なんでしょうか。早速そちらを表彰していきたいなとですので、呼ばれた方はステージまでお上がりください。それではまず火薬の部、大会特別賞であるミシュランガー賞の発表です。そんなのある。受賞者はニックネームトモさんです。マジでフィッシュランカーにアップされている写真から運営さんがグッときた写真を選ばせていただきましたとのことです。どんなところにグッときたんでしょうか。まあ、シンプルにでかいです。97.47センチというのは、あの、お人で船出しても佐渡だとなかなか出ないサイズなんですよ。本当に年に1本出るかどうかっていうところ。ありがとうございます。おめでとうございます。3位の
ハンドルネームがトニックさん。そうです、はい、おめでとうございます。3位でした。はい、今日は湘南から。そうです、茅ヶ崎から来ました。ワイルドウィークトップから。はい、今日ピットルは何？バイファールのあのイタルステイホールでしたっけ。何グラムで？60で。60で。いやありがとうございます。しゃくってきた。そうですね、結構早い感じで巻いてたらして、いやありがとうございます。ずっとイタルステイホールしてます。ありがとうございます。本当にまたよろしくお願いします。向こうでも、はい、でもありがとうございます。テンションと、はい、ワイルドアングラー。ありがとうございます。今日ヒットルアーなん？ヒットルアーはブランジのオレンジデブラグロー 120g です。やっぱりでっかいシルエットのルアーがいいかなと思って、はい、本命が釣れてよかったです。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、また笹川ながら火薬センターで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おめでとうございます。優勝、いやいや、まさか取、ね、れると思わなかったんで、で、今回ヒットルアーはマッケローニ、マッケローニ、あれ何グラム？ 60g。 60g 片口、はい、あ、片口、はい、ベイト、ベイトカラー。そう、片口で釣ったことなかったんで、はいはい、やってみるかな。よかったですね。で、タックルは、はい、タックルはディストーションっていうバイファールのロッド、はい、で、そうですね、うん、P1.5 ですね、はい、で、そう、20ポンドぐらいの、はい、リーダーで、リーダーなんで、はい、いやー、よかったっす。いや、よかったっす。今日なんとね、2位3位の方もバイファルルアーで釣っていただいた。いや、ありがたいです。すごいですよ、ワンツースリーですよ。ありがとうございます。皆さん本当おめでとうございます。よかったです。